その一枚のカードに勝利への思いを乗せて、今生まれ変わるドラゴンクエストライバルズエース。1000種類以上のカードから30枚を選んでデッキを構築。キャラクターやモンスターを召喚するユニットカードで直接攻撃。避けるんじゃないよ。呪文や武器、道具などの特殊カードで多彩な戦略。我が腕の中で練り上げたデッキによって強敵を倒しランキングを駆け上がる。そんなドラゴンクエストライバルズが大型リニューアル。さらなる進化を遂げたエースではソロバトルアドベンチャーが登場。あなたは8つの職業を自在に操る勇者となって、シリーズボスが待ち受ける世界へと旅に出かけます。ギガスラッシュ、カードバトルでボスを倒せば新たなマップが開放。さらなる強敵が次々と現れる。歴代シリーズの強敵ボスとカードバトルで戦えるぞ。わしが王の中の王、竜王である。お前死ぬがよい。やるではないか。ソロモードではオートプレイを選択して自動でバトルを進めることもできる。楽々サクサク冒険を進めよう。バトルで手に入れたスキルポイントと強化石はいろいろなパワーアップに利用できる。ソロモードの勇者はスキルパネルを開放することで能力を強化。エースカードと呼ばれる一部のカードは強化石を使って強化が可能。またアドベンチャーカードパックから勇者専用カードも出現する。そしてついにステージの最後にシリーズボスが姿を現す。リーダーとカードを育成してソロバトルでの勝利を目指せ。放てライデイン。カードとバランスの取れたデッキ作り。パワフルスロー。戦略に長けたプレイングがタロットフリング。勝利への道を開く。決し神の裁きを受けるがいい。ソロバトルアドベンチャーが加わって大型リニューアル。新たなバトルに向けて強者たちをここへ集え。新たに誕生ドラゴンクエストライバルズエース。